自前のパラシュートでエッフェル塔からジャンプした。しかし次の瞬間、何？パラシュートが開かない。私は悟った、あと数秒で死ぬのだと。私の名前はフランツ・ラインハルト、よくお似合いですよ。サイズもぴったりだ、相変わらず腕がいいね。ウィーン出身の仕立て屋で20世紀初頭のパリに暮らしている。新しいことに滅法目がない私の一番の関心事は、人が空を飛ぶなんてなんと素晴らしい発明だ。ライト兄弟が発明した飛行機だった。だが飛行機には大きな問題があった。わー、助けてくれー。安全な脱出装置が実用化されていなかったのだ。パラシュートはすでに開発されていたが、大きすぎて邪魔になるため、パラシュートよりコンパクトな装置があればパイロットも安心できるのに、飛行機の脱出には向いていなかった。そこで私は仕事の合間に仕立て屋で磨き上げた腕を生かして、新しいタイプのパラシュートを作ってみよう。これまでのパラシュートに代わる脱出装置の開発に挑戦した。そしてあらゆる試行錯誤の結果、ついにできた。世紀の大発明だ。コートを改造したコンパクトなコートパラシュートを完成させたのだ。コートパラシュートの重さは20ポンド、約10キロ。今までのパラシュートとは全く違う画期的な発明だぜ。風を受けると羽が開くんだ。モモンガみたいだな。従来のパラシュートに比べるとはるかに小さくて軽量だった。俺は早速この大発明の成果を試すことにした。おい、本当にやるのか？お前はバカか？心配するなって、成功するに決まってるさ。スリー！コートパラシュートを身につけた俺は建物の3階から飛び降りた。しかしパラシュートは開かなかった。いでー！フランツ、大丈夫か？万一に備えて干し草を用意していたおかげで、なんとか命は助かった。だが私はそんなことではくじけない。だから言ったじゃないか。やっぱり無理なんだよ。いや、そんなことはない。建物の3階じゃ低すぎたんだ。風を受けてパラシュートが開くまでには時間がかかる。だからもっと高いところから実験すればうまくいくはずさ。というわけで私が次の実験場所に選んだのは、もっと高いところって、そりゃもちろん、あそこさ。当時世界一の高さを誇ったエッフェル塔だ。その高さは300メートル。エッフェル塔で実験を行うには当局への届け出が必要だったが、危険なことはしないでくださいよ。マネキンを使うので大丈夫です。マネキンで実験するとうまくごまかして許可を得ることに成功。しかしもちろんマネキンなど使うつもりはない。ジーク、当日は助手を頼む。あと医者もすぐ呼べるようにしておくよ。この大発明の成果はこの私自身が身をもって証明するんだ。そして1912年2月4日、エッフェル塔の下にはみんなが私に注目している、なんと壮観な景色だ。実験の噂を聞きつけた記者やカメラマンが集まっていた。私はジャンプする予定の地点までの鋼鉄の階段をゆっくりと登った。成功すれば歴史に名が残るぞ。これは私にとってまさに栄光への階段だった。そして60メートルの高さにあるデッキに到着した。やっぱり危険すぎないか？葬儀屋も呼んでおいた方が良かったかも。はっはっは、面白い冗談だ。だが心配は無用。必ず成功させてみせる。コートの最終チェックを終えた俺はデッキの柵の上に立った。さあ、いよいよだ。本当に大丈夫なのか？下では記者やカメラマンも世紀の瞬間を見逃すまいと、私に一挙手一投足にしているようだ。もうすぐ私は勇敢で偉大な発明家として、じゃあ行ってくる。私の勇姿をしかと目に焼き付けておけ。国民的、いや世界的ヒーローになるのだ。そして私はエッフェル塔から勢いよく、そして華麗にジャンプした。ヒャッハー、最高の気分だぜ。全身に風を受け、まるで鳥になったかのような私のテンションは最高潮に。しかし飛び立ってから幾幕もせぬうちに事態は急変する。あれ、パラシュートが開かない。気づいた時には時すでに遅し。おいおい、嘘だろ。嫌だ、死にたくない、助けてくれ。急転直下、凄まじい勢いで目の前には地面が迫る。そして硬い地面に猛スピードで叩きつけられた私は、フランツ、救急車だ。ひとたまりもなく即死だった。どうやら私の発明品は人の体重を浮かせられるほどの設計ではなかったようだ。バカにもほどがあるだろう。翌日には私のこの悲劇は新聞で大々的に報じられた。そう、かなり不名誉な形でだ。私の実験は失敗したが、このアイデアは100年以上後の未来、キャッホーイ、ベースジャンプというスポーツで応用され、熱狂的なファンに愛されている。
そういう意味では私のアイデアもあながち間違いではなかった。あ、でも技術が進んだ未来でも世界一死ぬスポーツと言われるほど危険らしいから、くれぐれも気をつけたまえ諸君。